いや今回お会いさせていただいた社長が、ま、生まれた場所も、年齢も違うなのにこんなに共通点俺とあるかという人でした。世の中不思議なことがあるもんですね。さあ今回の社長はなかなかいろんな顔をお持ちで精力的な方だったんですよね。顔がたくさんある、そしてパワフルな方、仏像に例えるとアシュラ像みたいな方でしたね。はい、必見です。ご覧ください。さあ今回ですねお手伝いさせてもらったんですけども、過去最高の取れ高なんとですね週をまたぎます。正直ロケしながらもこれ絶対1本では終わらへんやんって言うほど手応えありましたんで、はい、大爆笑で見てください。週また